過剰摂取により生じた歯のフッ素症と思われる歯場のフッ素症は水道水にもともと含まれるフッ素の化合物水道水フッ化物添加歯磨き粉の飲み込みなどによるフッ化物の過剰摂取により歯に褐色の反転やシミができる症状を指す中等度の症例ではエナメル質にいくつかの白い点や小さな穴が生じるより重症だと茶色いシミが生じる その結果、歯の見栄えが悪くなる。歯のフッ素症は、6ヶ月から5歳までの歯の発生期に、復化物を過剰摂取すると生じる。高校に放出した歯には、発生しない。歯のフッ素症は、通常永久歯に発生し、時折入歯にも発生する。歴史的に、コロラド褐色藩、藩情場、シガフッ素症との呼び名も残っている。アメリカ、コロラド州。 ハイクス3一体の集落で歯に褐色の反転が生じる症例が報告された。調査の結果一体の表象席に含まれる、か化物が川の水に溶け込んでおり、この高濃度のか化物が溶け込んだ水を飲み続けることによって歯に褐色反が生じることが判明した。トレンドリーリーンによる歯のフッ素症の指数は、1942年に開発され、現在では最も普及した。 分類体系である。歯のフッ素症スコアは、2本以上の歯に見られる、最も重度な症状に基づいて決定される。2005年現在、米国歯科研究所による1986から1987年の実態調査と CDC による1999から2002年の実態調査のみが、米国における歯のフッ素症の有病割合に関する全国資料である。 CDC はアメリカの小児における歯の不祖症の有病割合は20年前の同様の調査よりも9%上昇しているとしている。さらにこの調査はアフリカ系アメリカ人は高カソイドのアメリカ人よりも有病割合が高いということも示している。この疾患は浅い井戸から飲料水を汲み上げる農村部にて有病割合が高い。 復化物濃度が 1mgL 以上の飲料水が供される地域やカルシウムの摂取の不足する小児に生じやすい。1mgL の復化物添加水道水では 1mg の復化物を摂取するのに1リットルの水を必要とする。復化物添加水道水における復化物の指摘濃度は上限量以上の復化物を摂取されないように設定される。 復化物配合歯磨き剤の飲み込み、復化物濃度の高い食品の摂取といった、その他の復化物の摂取経路と、復化物添加水道水の摂取が重なると、復化物の摂取量は上限量を超えるかもしれない。歯のフッ素症は、復化物の摂取量を上限量以下にすることで予防される。歯のフッ素症における鑑別診断には、ターナーの歯やエナメル質形成不全症がある。 小児の歯の不死訴訟の原因としての復活物の極小応用、復活物応用についての総合的な見解。長崎県。2018年2月11日閲覧。フルーラデーションファクツ。 アメリカンデンタルアソシエーション、ピアニッシモ、28から29、http コロンスラッシュスラッシュ w w w a d d a o r o a u スラッシュメディアスラッシュフルーラデーションファクトスロー、pdf ハット、フルラデーションファクツ、アメリカンデンタルアソシエーション、 ピアニッシモ 29http コロンスラッシュスラッシュ w w w a d a o r g a u スラッシュメディアスラッシュ fluoridenow スラッシュドキュメントスラッシュ amda パーセント20フルーラデーションファクトスロー PDF ハットテーブル23サーベイランスフォーデンタルキャリーズデンタルシーランツトゥースリーテンションイデンチャリズム アンドエナメルフルーロシス、ユナイテッドステーツ、1988-1994&1999-2002、センターズフォーディジーズコントロールアンドプリベンション、2006年10月29日、閲覧。 h t t p w w w c d c g o v m m w r シュプレビ p r e v i e w m m w r h t m l s s 5 4 0 3 1 h t m フルーラデーションファクツアメリカンデンタルアソシエーション ピアニッシモ 25http コロンスラッシュスラッシュ w w w a d a o r g a u スラッシュメディアスラッシュ fluoridenow スラッシュドキュメントスラッシュ amda パーセント20フルラデーションファクトスロー pdf ありがとうございます